はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日は東京に来て、2日目なんですけど、日本でいろいろ買った、新しいコスメがあるんですね。デパコスでだったりとか、プチプラのやつもあるんですけど、そのコスメを使って Get ready with me やっていこうと思います。一緒に出かける準備していきましょう。それではスタート。それでは早速メイクをスタートしていこうと思います。で、ベースというか新しいファンデーションというのをちょっとゲットしたので紹介します。ずっと気になってた3のファンデーションとか、あとベースを購入してきたんですけど、じゃんな感じで、これを使ってメイクをしていきたいと思います。で、私が買ったね、下地はアルティメイトプロテクティブプリスティンプライマーのグローっていうものを購入しました。ちょっとやっぱり乾燥が気になってるのと、ツヤメイクというかツヤを出したいなと思ったので、使っていきます。中身はこんな感じね。顔全体に塗っていきます。これをね、使っていきます。あとファンデーションはフローレス、シリアルフルイドファンデーションの202です。私はなんかね、顔よりも首の色の方がちょっとだけ暗いってことだったので、首の色に合わせて購入しました。それでもね、なんかこうくすんだりとか暗く見えたりっていうのはあんまりなかったので気に入ってます。すごいね、軽いつけ心地で、 RMK のファンデーションすごい愛用してたから、軽いのに慣れてて重いのあんまりこうつけれなくなっちゃったんですけど、これはちょっとRMK の質感に似てる感じ。顔に影ができちゃうから全然見えないかもなんですけど、ベースメイクはこんな感じ。またこのラネーズのアイブロウクッションを使っていきます。これね、すっごい楽で、なんかペンシルとかよりも早く終わっちゃうので、旅行中の今はこれを愛用してます。このも一応持ってきてはいるんだけど、こうライン、このなんていうのかな、このブラシはね、すごく眉毛のラインを綺麗に描いてくれる感じで、すごい気に入ってます。いいな。ちょっと眉毛がボサボサすぎて切んないとなと思ってます。こんな感じです。そしたら眉マスカラを塗っていきます。いつものケイトの眉マスカラね。そしたらアイシャドウは、まず今日はこのルナソルのアイシャドウの、この白の色をベースに使っていきます。下にも少しベースとして塗っていきます。このアイムミミのアイシャドウパレットのいつも使うこの色をもう一回アイホールに塗っていきます。今回ちょっと荷物がね、すっごいいっぱいになっちゃったから、東京で全然買い物ができなくって、昨日フォーエバーによって2つメガネっていうのを購入したんだけど、本当は欲しいねバッグもあったのね、黄色い。でもちょっと考えようと思って、もうこれ以上多くなると追加料金が、追加もしても今ちょっと足りないぐらいだから、もっと追加しなきゃいけなくなっちゃうから迷ってます。それか一個こう荷物を段ボールに入れて船便で韓国に送ろうかなっても思ってます。そしたらね、次はこのルナソルのこの色を塗っていきます。いつもより結構ブラウン系にしてみました。そうしたら目の上にだけこれ塗ろうかな。 3C のスタイルナンダーホットアイシャドウベイビーラテね、これを真ん中にだけ塗ります。でね、下にも塗っちゃう。でこのブラシにのせて際のところにね、
目の際のところをちょっとキラキラっとさせてみました。そしたらこの間ロフトでねちょっと買ってみたのいがりメイクあるじゃないですか、これのナンバー2のチークのセットを買ってみたの。だから今日はこれでチークをやってみようと思います。今日は本当に日本のコスメが多いかな。韓国コスメがこう流行というか話題になりがちなんですけど、でもねしっかりね日本のコスメというかプチプラなコスメもいいのたくさんあるので、なんかこれからもどっちもいろいろチェックしていきたいなと思ってます。そしたらねこの 2色が入ってるのね、これを薄い方をベースにして塗っていくんだと思うんだけど、あアイシャドウにもなったんだ、今日アイシャドウこれにしたらよかったね。次やってみます。なのでこのひまわりのオイルをここにのせるんだ、涙袋のとこにまずのせるらしい。すごい、なんかテキスチャーがすごいサラサラしてて、なんか粉吹いたりしないようなサラサラ感ですごいいいですね。なんか肌にのせてて気持ちいい感じ。お、ちょっと黄色みがかった感じになりました。ここにちょっとやるんだね。でこっちの色が太陽っていうお色なんだね。太陽をここの広めに重ねるって書いてあります。手でもいいんだけどこれでちょっと塗っていきます。時間が今ね足りないから、広めの時はこういうブラシ使ってもいいかなと思います。でもすっごい、わちょっと待って、発色がめっちゃいいですねこれ。なんか少量でもいいかも、塗りすぎちゃうとあれだから、すごい発色だ。とりあえずこんな感じのチークになりました。これはなんかこういう風にこう重ねて持ち歩けるのね、1、2色だからすごい持ち歩きに便利だし、サイズ感的にこういう旅行の時にすごいぴったりだなと思います。はい、ラインはこの 3CE のジェルアイライナーで塗っていきます。グリッターブラックね。本当はちょっとブラウンのねアイライナー欲しいなと思ってるので、また不老不死の買おうかなと思ってます。ラインはちょっとだけこう上に上げるような感じで自然に描いていきます。リップもこの間3で買ったリップを使っていきます。これはね結構セミマットな感じの質感で、すごい不思議なの、塗れば塗るほどグロッシーにもなってくれるんだけど、1回塗りはセミマットだけど、こうなんていうのか、他のマットな上にとかってこういう乾燥した時につけると本当にパキパキパキって唇が割れちゃったりとかするんですけど、それが全くなくって、なんかちょっと唇ケアしながらセミマットにしてくれるような感じのリップで塗っております。色味はこんな感じです。この真ん中だけでもやっぱりこのキスキスマットを塗っていきます。こうこれを重ねるとねすごい良かったの。だけね真ん中に寄せてあげてグラデーションしていきます。からはこっちにしていこうかな。ルナソルのクリスマスコフレの中に入ってたマスカラなんですけど、これねいい感じだったよ。持ち運びやすいからポーチの中にも入れちゃってます。あまりねマスカラのお化粧直しって私やんないんだけど、でもなんか気持ち的にあると落ち着くって感じ、いつでも直せるなって思うから、今日はこれから代官山に行ってランチしてこようと思います。はい、 OKOK。 そしたらじゃあ髪をしてまた戻ってきます。バイバイ。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。まあ結構新しいアイテムが多かったので、すごい新鮮なメイクができたかなと思ってます。毎日使いできるようなすごいナチュラルなメイクなので、皆さんもチャレンジしてみてください。それではインスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんのお気に入りコスメなんかもあったらコメント欄で教えてください。待ってます。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。